今日はスペインの天才建築家ガウディが作った建築にどっぷり使ってきます。皆さんこんにちは。猛烈会社員を辞めて旅に出ている猫旅です。今1ヶ月間のヨーロッパの一人旅に出ています。フランス・パリから始まり、今4都市目のバルセロナにいます。これからヨーロッパの各都市を紹介する動画を配信していきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は旅の Vlog 動画でもあり、ガウディやその建築の魅力をお伝えする解説動画でもあります。サグラダ・ファミリアは140年もの建設期間を経て、ガウディの没後100年を記念した2026年に完成が予定されています。この1、2年は未完の状態が見られる最後のチャンスでもあります。動画制作にあたり、関連記事や彫刻主任を務める日本人彫刻家の外尾悦郎さんのテッド講演やガウディの伝言という書籍から理解を深め、少し長くなってしまいましたが、できるだけこの魅力や思いが伝わるようにと思って作ったので、ご視聴いただけると嬉しいです。バルセロナ観光2日目はホテルの朝ごはんからスタートです。一人旅だとたくさんの種類を食べるということが難しいので、おそらく2食分ぐらい食べました。パン類も種類が豊富で嬉しいです。朝食を終えて早速散策を開始します。今日はガウディが建築した4つの世界遺産を巡ります。予定としてはまずホテルからグラシア通りを進み、カサバトリョ、同じ通り沿いにあるカサミラを見ます。そこから予約しているサグラダ・ファミリアに向かいます。サグラダ・ファミリアの後はグエル公園を散策。距離的にはカサバトリョ、カサミラ、サグラダ・ファミリアは徒歩で回ることができます。地下鉄1駅分ぐらいで、歩いたら20分ぐらいでした。グエル公園は丘の上にあり、暑かったこともありタクシーでさっと移動しちゃいました。ここがグラシア通りです。前回の動画で紹介したカタルーニャ広場から続くランブラス通りと同様、観光においてもメインの通りです。まず現れるのがこのカサバトリョという建築です。とっても独創的なデザインですよね。カサはスペイン語で家を意味します。なのでカサバトリョでバトリョさんのお家ということですね。1904年から1906年にかけてバトリョ夫妻の邸宅を改築し、2005年にユネスコのバルセロナ世界遺産に登録されました。海、池、水というテーマでリフォームし、ブルーのタイルや曲線がとても多い建物になりました。ガウディで多く見られる砕いたタイルを用いた仕上げはトレンカディスと呼ばれ、もともとは雨から壁を保護する目的に始まり、次第に装飾するために利用された一種のモザイクのアートです。低予算にもかかわらず見た目の美しさを生むことから、ガウディは特に好んで使っていたそうです。カサバトリョは内部の見学も可能で、入場料はちょっと高いですが29ユーロです。グラシア通りは表参道のような感じで、左右にいろいろな高級ブランドショップが立ち並びます。バルセロナだからなのか、ブランドショップの建築も他には見ないユニークなものが多く、それも注目ポイントになっています。ここで簡単にバルセロナの街の様子お話ししたいと思います。まず治安に関しては、マドリードと比べても人通りが非常に多い観光地なので、日中夜ともに気が抜けなく、防犯意識は常に高めでいました。物価に関しては日本と比べたら高く、他のヨーロッパの国と比較したら普通でした。マドリードよりも少し高い印象です。移動手段は街が広いので、地下鉄やバスを使う必要があるのですが、慣れれば分かりやすいなと思いました。私が乗った時は地下鉄は特に混んでもなく閑散としていたので、普通に座れましたし、怖いと感じることはありませんでした。またウーバーやタクシーも使いやすいので、ちょっとした移動はそういったものを利用するのもありかなと思います。食べ物は特に心配不要で、全て美味しくて、またスペイン全体で言えますがワインがとっても安いです。街の清潔度はやはり人が多いので、ゴミが落ちていたりとか、ちょっと汚い印象を受ける場所もありました。通貨に関してはもちろんユーロで、現金は正直使う場面がなく、市場の中でもカードで支払いができたので、特にいらないかなという感じです。またトイレも問題なく使えます。バルセロナはヨーロッパの都市の中でも特に地下鉄や、街中でのスリが多いというのをよく聞くかなという印象なんですけれども、
まあいろいろ回った結果、他の町ともそんなに変わらず、ただやっぱり人が多いというところが一つ違いで、まあ、常に防犯意識を高める、当たり前のことなんですけど、まあ、それが重要かなと思いました。進んでいくと次はカサミラが現れます。1906年から1910年にかけてガウディによって建てられ、1984年にユネスコの世界遺産に登録されました。カサミラは白く波打ってとにかく目立つ外観が特徴です。白い壁と波のような曲線は地中海をイメージしているそうです。こちらも中の見学が可能で、入場料は25ユーロ。ちなみに現在も賃貸マンションとなっています。チケットがなくてもお土産ショップに入れたので入ってみました。置いてるものが全部おしゃれで、見てるだけでも本当に楽しい空間です。そして奥に進むとショップからカサミラの中を見ることができました。採光と換気のために設けられた中庭は、細部に植物や生物をあしらって、常にどの角度でも自然光が真上から入るように工夫がされているそうです。さてこの後は予約しているサグラダファミリアに向かいます。サグラダファミリアの道中、ガウディという人物がなぜすごいと言われているのか、そして建設が始まってから100年以上経つサグラダファミリアがなぜこんなにも人を引きつけるのか、解説を挟みたいと思います。もしサグラダファミリアの映像をすぐに見たいという人はタイムスタンプをつけているので飛んでいただくことも可能です。まずガウディがどのような人なのか。1852年にスペインで生まれ、73歳でこの世を去ったガウディは、おそらく世界で一番有名な建築家の一人です。これらの7つの作品が世界遺産に登録されています。サグラダファミリアを設計し、人生の大半をこの教会建築に捧げてきて、未だにそれは完成していません。カサバトリオやカサミラを見ても分かるように、非常に独創的な建築家です。他にない形や見た目、そしてそれはとても魅力的です。一度見たら忘れられない、それがガウディの建築の特徴です。ガウディは自然の観察をとても重要視していました。自然は常に開かれて、努めて読むのに適切な偉大な書物であるという言葉を残しています。実際に動物の脊椎や木の枝の生え方など、自然の持つ合理性を最大限に生かした建築を作りました。この考え方は、幼少期病弱で友達と遊びに出かけたりできなかったガウディの生い立ちが起因しているそうです。では次にその生い立ちについて紹介します。1852年にスペインで生まれたガウディは、6歳までにリウマチを患い、病弱な子供時代を過ごします。友達と外に遊びに行けない分、一人で周りの自然や周囲の生活を観察して過ごしていたといいます。工作の授業ですでにその独創性を発揮したり、クリスマスに一風変わった紙細工の家を作ったという逸話が残っています。バルセロナの学校で建築を学び、当時家族の死や勉強と仕事の両立を乗り越えて建築士となりました。初期の仕事でその才能が注目され始めたのが、26歳のガウディが手掛けたパリ万国博覧会の革手袋の展示ケースです。そのショーケースを見つけたのが若手実業家のグエルです。ガウディが建築したグエル公園の名前の由来になった人です。若くして財を手にしたグエルは、才能のある若手の支援を自分の使命と捉えていたそうで、グエルが最大のパトロンとなり、40年ガウディを支え続けることになります。1883年ガウディはサグラダファミリアの主任建築士に大抜擢されました。当時は30歳です。1886年グエルは別邸の建築を依頼、その出来栄えに感激したグエルはグエル邸の建設をガウディに任せます。そして1900年、人々が自然と芸術に囲まれて過ごせる場所を作ろうと意気投合した2人は、分譲住宅地を含む都市計画を構想。当時はこの価値観が全く共有されず売れなかったので、後に公園として市に寄付されることになります。それが今のグエル公園です。ここからガウディにとっては受難の年が続きます。父や共に暮らしていたガウディの姪がなくなり、家族をすべて失います。さらに1918年、パトロンとして数十年の時を共にしたグエルもこの世を去ってしまいます。ガウディは愛する人々を次々に失う中、やがて人前に姿を見せることもなくなり、サグラダファミリアに引きこもって建築を続けます。この頃ガウディは60代後半になっていました。そして1926年、
彼は30年来通うミサの道中、電車にはねられてしまいました。身なりに無頓着になっていたため、道行く人はあまりに貧相な格好をしたその老人が偉大な建築家アントニ・ガウディであることに気づきません。ホームレスがはねられたのだと思い、病院への搬送が遅れてしまったそうです。事故から3日後、力尽き73歳でその生涯を終えます。バルセロナ中がガウディの死を悲しみ、多くの市民が彼の葬儀に参列したそうです。そしてローマ法王庁の許可のもと、サグラダ・ファミリア内に眠ることになりました。現在もガウディは自分が生涯を捧げた聖堂で眠っています。これがガウディの生い立ちです。歩いていくとサグラダ・ファミリアが見えてきました。こちらがサグラダ・ファミリアです。東側の聖誕のファサードからの撮影です。サグラダ・ファミリアとは聖家族食材教会、つまりイエスと聖母マリア、ヨセフのいわゆる聖家族に捧げる罪をあがなう貧しい人たちのための聖堂です。1883年に建設が始まって以来、現在も続けられており、ガウディの未完の傑作と言われています。ガウディの死後始まったスペインの内戦により、彼の設計図や模型などがほとんどなくなってしまったそうです。唯一焼失を免れたガウディ本人によるスケッチ1枚と実験模型、その他の資料やガウディが残した思想をもとに推測しながら、現在も工事が続けられています。当時は完成まであと300年かかると言われていましたが、21世紀に入り 3D プリンターによるシミュレーション検証ができるようになり、2013年時点では工期を約半分に短縮し、ガウディの没後100年の2026年に完成すると発表されています。ガウディの死、スペインの内戦、その他にも資金難などさまざまな苦難を乗り越えながら、100年以上の時を経て今完成に近づいています。予約の時間になったので早速中に入ってみます。チケットはサグラダ・ファミリアの公式サイトで購入しました。入場料は教会の入場のみが26ユーロ、さらに追加でタワーに登るためには36ユーロのチケットが必要です。どちらも日付と時間指定が必須。まず聖誕のファサード側から登るか、受難のファサード側から登るかを決め、15分単位で分かれた時間を指定します。その後サグラダ・ファミリア自体に何時に入るかを選択します。私は10時に入場し、10時半にタワーに登るという時間で指定しました。タワーを降りた後も教会内部の見学はできるので、ここは柔軟で大丈夫です。入り口はこちらです。チケットを警備員に見せ中に入ります。この後簡易的な荷物検査がありました。また訪問前にアプリをインストールしておくことをお勧めします。購入したチケットのナンバーと紐付けると日本語のガイドを聞くことができます。普段使っているイヤホンも忘れずに持参しましょう。入ってすぐ目に飛び込んでくるのが聖誕のファサードの彫刻たちです。サグラダ・ファミリアは立体聖書と呼ばれ、その一つ一つに意味をなす彫刻には本当に圧倒されます。冒頭、現在外尾悦郎さんという日本人の方が彫刻主任を務めているという話をしましたが、実はイエス、聖母マリア、ヨセフを囲む15体の天使像は外尾さんの作品なんです。芸術大学の彫刻家を卒業し、非常勤講師として働いていた外尾さんは1978年バルセロナに渡り、石を掘らせてくれと直談判して、その技術を見せることでサグラダ・ファミリアの彫刻に関わることになります。そこから30年ほど経った2013年、主任彫刻家に任命され、今もその職務を務めています。聖誕のファサードから早速中に入っていきます。サグラダ・ファミリアは彫刻が施された外観の装飾に加え、その内部の美しさも驚くべきものです。こちらがサグラダ・ファミリアの内部になります。いかがでしょうか。非常に幻想的な世界が広がっています。内部は36本の柱で支えられており、自然界の森を表現しています。そこにステンドグラスからの光が差し込み、まるで森に木漏れ日が差すかのような空間になっています。見上げると斜めに張られた柱が多いことに気づきます。これはガウディの逆さづり実験による自然力学に基づいた構造をベースに建てられているからです。ちょっと違和感がありますが、イメージとしてはこんな感じで、天井に下げられたシャンデリアをそのままひっくり返して、その曲線やバランスを維持しながら建物にしたという感じです。外尾さんは設計についてこのように説明しています。
建物というものは引力に逆らって24時間何百年何千年とそこに立っている。ガウディの本当の知恵は自然の合理性を最大限生かして作られたサグラダ・ファミリアの本堂の構造である。吊るされた状態で揺らしても必ず元に戻る。答えは一つ、自然は裏切らないということ。引力に逆らわず自然にある力を利用することで昨日までの最大の敵である引力を味方につけるという発想でした。構造に加えステンドグラスも見どころです。いかがでしょうか。本当に綺麗ですよね。通常教会のステンドグラスは暖色系と寒色系が一つのステンドグラス内に混合していますが、サグラダ・ファミリアでは暖色と寒色のステンドグラスを明確に分けているステンドグラスが多かったです。一般的な教会ではステンドグラスによって聖書のシーンを表現したり宗教画が用いられることが多いのに対して、曲線と直線を中心とした抽象的な形だけで表現されています。訪問したのが朝10時だったので、東側から差す光がステンドグラスを通して混ざり合い、本当に幻想的な雰囲気を作り出しています。柱や床に反射して聖堂全体が温かみのある光に包まれて、神々しいというか天に召されるような、もはやここは天国なのではという気持ちになりました。太陽の位置によって聖堂が赤っぽくなったり青っぽくなったりするのでしょう。太陽の位置による色の変化さえも設計されているのかなと思いました。そしてこちらが聖堂の中心です。ガウディが実は最も情熱を傾けて実現を望んでいた構想の一つが、この聖堂自体を大きな楽器として機能させることだったそうです。ジュナンのファサードはパイプオルガン、聖誕のファサードは84もの鐘を吊るし巨大ピアノになる。高さ100メートルを超える巨大な楽器による演奏を聖堂本体が石の箱として音を響かせる。中に入っただけでこの感動なので、音が響いて包まれる体験は一体どんな感じなのでしょう。想像もつきません。タワーに登る時間が近づいてきたので、こちらのエレベーターの列に並びます。エレベーターを上がるとこんな感じの細い螺旋階段が続きます。ここを登っていくと、こちらがサグラダ・ファミリアのタワーの上からの景色です。バルセロナの街が一望できます。また下から見えていた彫刻のモチーフを間近で見ることができます。さらにまさに工事を今しているといったところも近くで見ることができます。中はこんな感じの空洞になっています。タワーの上は非常に狭く、大人一人分がやっと通れる一方通行の通路なので、滞在時間はそこまで長くいれないのですが、景色を楽しんだ後このように螺旋階段を降りて下まで下っていきます。下の方になると螺旋がきつくて本当に目が回りそうでした。やっと地上に戻ってきました。そしてこちらがジュナンのファサードです。聖誕のファサードが曲線と細かい彫刻によりイエスの誕生、生命の喜びを表現したのに対して、こちらは直線的武骨な印象で最後の晩餐から復活までのイエスの人生の最後を表現したものです。印象が全く異なるので、教会から出る前に忘れずに見ておきましょう。ちなみにジュナンのファサードの横にお手洗いと自動販売機があります。進んでいくとミュージアムがあり、建設の歴史やガウディの他の作品群などを見ることができます。最後にグッズショップがあります。サグラダ・ファミリアの聖堂の形状やステンドグラスをモチーフとしたグッズがたくさんあり、製品を作るのが上手だなと純粋に思いました。このメモ帳もアイデアが素晴らしいですよね。私はマグネットとピアスを購入しました。荷物を最小限にするために黒と白の服しか持ってなかったので、とってもいいアクセントになりました。
サグラダファミリアいかがでしたでしょうか。もう一つ印象に残っているエピソードがあります。実はこのサグラダファミリア、これまで死亡事故ゼロで建設が進められているそうです。その一つの要因として外尾さんが挙げていたのが、ガウディがポケットマネーで作った学校です。ガウディはサグラダファミリアの隣に職人たちの子供が通える学校を作ったそうです。子供を連れて帰らないといけないという意識が働き、そうすると職人同士が不要な喧嘩をしなくなったそうです。また今教育を受けている子供たちが、今の自分よりももっといい生活ができるようになるかもしれない、ガウディは職人たちにそういった希望も与えていたんですね。これが丁寧な仕事や協調性、全体最適、モチベーションにつながってくる、現代の会社など組織でも十分に活かせる学びだなと思いました。亡くなる前日、ミサに向かうガウディはこう言いました。諸君、明日はもっといいものを作ろう。これが仲間に残したガウディの最後の言葉です。自身が天才建築家でもあり、人の幸せを願い、それを自らが表現できる最大限の形で表現しようとした人、見るものだけでなく共に作る仲間にも希望を与え続けました。長い間そんなガウディの思いを継承し作られ続けたサグラダファミリアは2026年についに完成を迎えます。動画を見て行ってみたい、ガウディについてもっと知りたいと思ってもらえたら嬉しいですし、ぜひ完成後に私もまた訪問したいなと思います。サグラダファミリアでお腹がいっぱい感がありますが、最後の目的地グエル公園に向かいます。公園内は無料エリアと有料エリアに分かれており、ガイドブックなどでよく見るトカゲのモニュメントや波打つ椅子などは基本的に有料ゾーンにあります。チケットは大人が10ユーロです。事前に買っていなかったので当日窓口で購入しました。中に入るとこんな感じです。晴れていて歩いているだけでも気持ちのいい公園です。グエル公園の最大の見どころといえばこちらのオオトカゲです。中央階段に設置されグエル公園のシンボルともいえる像です。カサミラなどで紹介した砕いたタイルによる仕上げ、トレンカディスで装飾され、可愛らしいその姿はお土産やグッズなどでも人気です。噴水なので一応口から水を噴き出しています。その下には同じように噴水となっている蛇の像があります。こちらは旧約聖書に出てくる蛇がモチーフになっているそうです。遠目から見るとこんな感じで、中央階段は常に人が多く、なかなか写真を撮るのが難しいです。こちらはもう一つのハイライト、波状ベンチです。自然公園の前方に設置されており、波を打った形状のベンチが広範囲に広がっています。こちらもトレンカディスで美しく装飾されています。曲線がとても座り心地が良く、皆さんこんな感じで休憩しています。少し高台になっているので、先ほどの階段やバルセロナの街、その向こうの海も見渡せます。ベンチの手前はこんな感じの公園になっています。もともとは劇場などが建設される予定だったそうです。正面左側には洗濯女の回廊と呼ばれる通路があります。柱の一つに洗濯女の像があるためこの名前になったそうです。そしてここはもともと市場になる予定だった場所です。太くずっしりした柱がギリシャの神殿を思わせる雰囲気で、なんとこの地下には水を貯めるための貯水槽が設置されているそうです。柱に加えて天井にあるこのモザイクにも注目です。色彩豊かなタイルで太陽や月が表現されています。他にもこんな感じの回廊や石を積み上げて作られたものなど、他の一般的なヨーロッパの公園では絶対に目にすることができない景色が広がっています。住宅地としての夢は実現しませんでしたが、自然とアートを共存させシームレスに人々が暮らすということをイメージしたガウディの思いが伝わってくる公園でした。階段を降りた出口付近にお菓子の家と呼ばれる建物が建っています。お土産もここで販売されています。ガウディ建築いかがでしたでしょうか。少し長くなってしまいましたが、その魅力や思いが少しでも伝わったら嬉しいです。今回もご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。